はい、今日は視聴者の皆さん、はい、今日はね、久々にあの寺木翔君ですけど、はい、今日はもうマジでやる話よ。経営者として、ね、責任者としてやな、はい。まあ、うちは簡単に言うと、視聴者の皆さん、まあ、YouTube で楽しんでくれてる人はあんまり知らないかもしれないけど、まあ、これがおって今塗り替え道場っていうのは河合っていう責任者やったの、はい、営業はね河合さんで、足場班はまた違うんだ、南成功サービスという会社が別であるの、はい、で今もその営業チームのリーダーが河合、はい、そこにまあ店長がおるわけじゃん、はい、そこに営業マンがおるわけじゃん、はい、で職人さんもその店舗に属しとるわけ、各店の、ね、あ、春日井店は春日井店ねみたいな。でちょっと今寺地氏がちょっと YouTube で有名になっとるからちょっとあ問題を起こしとるらしいんですよ。いいよ、いい言い方だよ。ちょっと今日、まあ、勝つっていうかその真の取りに来たんですよ、ね、問題児ですか。仕事はめちゃくちゃやる、ね、めっちゃ綺麗ですよ。大使お疲れ。一応さっき請求課で、まあ、今日動画撮りに行くわっていうのは言ってあるんですけど、あ、まあ、内容は本当に言って、あ、行くわって言ってるだけで。大使ちょっとお前話したい。いやなんか濃いなまた。まあ俺はあんまり分からんだけど、まあ営業とかお前とのやり取りなんで、うん、なんかお前本社から抜けたらしいじゃん。本社、うん、本社エリアの施工担当だったの。あ、そう、抜けました。今緑店エリアの施工担当だったの。そうです。なんで何ですか。見つめ合った。俺のこと嫌いだろお前。いや嫌いじゃないですよ。この表情を見て本当ですか。俺が向いてない時に何やったらだけどこのなこの柔軟もうもうな付き合い10年ぐらい。あ、10年ですね。だけどこういろんなことがあっても、うん、潰れんのやっぱうちだよな。あそこはすごいですね。どんどんレベル上がってるじゃん、うん、激安店もっとあるけど、まあ、ちっちゃい仕事してるからね。これだけのレベルの品質とこの値段で提供できると絶対うちしかない。厳しいんだ。厳しいっすよ。厳しいっすよ。お前の言い方は悪口だった。まあうちあの社員の皆さんはまあ一般の人もいるかもしれない。一軒一軒いくらでやるんだよね。ああ、そうです。うんうんうん。まあこれ最後でも響いてくるとこれ覚えておいてください。うちは職人さんはまあもともと従業員も育てようとしたら一日いくらあって1万1万5千円1万8千円ともある。もう100人以上使ったな。だけどやっぱりそんな甘い世界じゃない。一人親方連れてきて責任施工っていう給料体系みたいな感じだな、うちの近づくと。でもうその代わりずっと専属だから全員な、うん、でその中でお前が本社から右腕に行った理由っていうのがまず一つ、もう一つ最後に爆弾発言があります。最後に聞いてください。水そう、俺はまあ社長から逃げるため。まずごめん。ちょっとね、それしかないです。なんでなんで。いや本社は値段きついとか、まあ、ぶっちゃけいろいろあるだろう。いや使えるとこ使えるとこちゃんとカットしてあるで。本社のぶっちゃけトークいい。ぶっちゃけトーク、うん、まあどっちかというと管理は関係ないですね。ああ、管理は別に誰でもいいんですよ。ああ、何が営業、うん、いいですね。結構厳しいですよ。シビアですね。値段設定が店舗によって違うもんで、そこを直してほしいかな。その値段設定っていうのが営業マンによってばらつきやっぱ出るよ、ね、バランス普通は客出し設定ってあるでしょ。リフォームとかいろんなことやってると外壁塗装は1800円とかシーリングはもう700円とか固定なんだよ大体。うちっていうのは原価積算方式って言って現場が入り組んどるとか壁の状態見てひどいとかだと、あ、これ塗料食うなとか、うん、あ、これリンク食うなって人件費やね。でそういうものを俺ら営業マンはうちはもう塗装専門店だからそこまで細かく見て原価計算出してそこから粗利っていうのが乗るんだ。粗利率だな。何十パーセントは営業経費ですよって売り上げに対してね、うん、営業マン経費広告宣伝費が回ってお客さんにだって50万円で仕入れたものを50万円でお客さんに提供したらさ会社潰れちゃうでしょ、うんうん、で原価積算していくんですけどこのじゃあ原価を出すのは誰って言ったらマニュアルじゃなかなか難しいんだな。そういう難しい。もう家でもそうだな、入り組んどるところがあるとか、うん、単純にメーターとか平米で出ないから営業が一軒一軒原価積算って出してそこに粗利率っていうをかけて出すんだけどそれがおかしいと。ああ、そうです。営業マン単位で。営業マン単位で例えば誰。いやいや、P 入れる。 P。 あ、まあそれはいつも話題になっとるよな。あ、じゃあ高いのか安いのか。安いです。それはもう明らかにおかしいでしょっていう人気なのか頑張ったらできる。結構バンバチバチやらんと合ってこないです。寺岸っていうね、まあ、うちも一番古い職人の中に入るんじゃない3番目ですか、ね、3番目に古いメンバーの。であとはまあ動画たまに出てるけど顔出しできんのかね。あんま喋らんしな。
まあ、そういうもう本当最強のスタメン軍団が、まあ、これを言うからって、俺は別に職人側の味方でもないし営業側の味方でもないし、だからこれって経営者としてやっぱこれメス入れてからなんだ。うちの会社ってもう俺も15年やってるから仕組みって結構あるじゃん、よそにないね。そういうのをどん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 15年間改善してきた強さで、報告の仕組みとかいろんなものが出来上がって楽なように稼げるように、だけどいいわけじゃないじゃん、単価がな、うちは結局、うん、まあ、厳しいわけじゃん、うん、だけどその中でもちゃんとした適正値段と泥棒値段ってあるからね、うん、だって安くしやさ、まあ、例えばじゃあ絶対に原価職人の手間が30万かかるっていうのを20万にしたらさ、お客さんにも100万のやつを90万に入れるわけじゃん、うん、そしたら契約もらえるわけじゃん、うん、営業としてはそこを評価されちゃうわけじゃん。もちろん安く仕入れるとすごい大切なものだけど、恐喝みたいな値引き、お前のお父さんがクロスやでも量分かるの、こいつらは二階堂上一本だけど、お前のお父さん北山美蔵っていうのは、まあ、あちこちの会社をやるから、まあ、じゃああの人とはもう付き合わんわ、あそういう風だからやめとこうってこと、ね、そうそうそう、それは値段だけじゃないものもあると思う、それは10円20円平米単価安いけど現場の段取りがいいとか、行って結局1日空くのが一番無駄だから、うん、職人からしたら確かに行って材料がね1日空いた、もうこれもう絶対黒字にならんもんそれぐらい厳しいからな職人の人が。であとは現場があるで来月開けといて開けとかしといて、ごめんあれ飛んだんだ、それがしょっちゅうのやつもんだ、よそから頼まれたやつも、いや来月忙しいんですよ断っちゃうじゃん、でそれってまあちょっと俺も経営者として、あこれちょっと深刻だなと思って。じゃあもう一つ、はい、スーパー爆弾発言、はい、爆弾なんかまあちょこっと抜けてよその仕事やるみたいな人だしな。まああれ違うんですよあれ。俺が聞いとる話は、なんかよそのまあ仕事も、あまあちょこちょこ前にもやっぱ声かかるじゃん、職人やってるからな。ああはい。で、ちょっとまあ値段もいい仕事もあるもんで、まあ1ヶ月先とかに抜けてもいいみたいなことを営業に相談があったとか言って。去年ですね。うん。あ、そう、去年ですよ。そう、お前自分の嫌な話して。お前は。うちでもいいや、例えば単発でどうしてももう職人がおらん、大きい物件がある。まあ、じゃあ大丈夫、値段は違うんですよ、もちろん。単発で頼むし、だからまあその辺は、まあ、バランス見ながら会社の経営だもんやってとるんだけど、だけどお前がなんかちょこちょこやっぱ YouTube も出てるし、最近外からもちょこちょこ声かかって、ちょっと美味しい物件があるたんびにちょっと会社に相談がちょっと抜けていいかって抜けていいかってそこお前もちょっとマイクがピピピピやばいってなそういう話はなどうなの、ん、あ、1個だけはやったんですよ。あ、やったんだ。1個だけはやったんです。いくらもんね。ん、いくらだった、金額言ったんですよ。まあまあ、よかった。ね、ほんで、俺はいいとか悪いっていう話じゃなくて、まあ確かに営業も変わりそうだな。中抜けしたら、次の工程入れづらいんだよ。ただ、うちはやっぱ常駐の協力業者でやっていきたいもんで、育ってよ。だから、練り替え道場品質があるもんで、まあ、お前が抜けたりなんだらこんだらすると、やっぱ月産こんだけやらなかんっていうのがやれんくなっちゃうと、だったらもうよそのいい人入れるわっていう話になっちゃうし、結局ね、やっぱね、営業サイドからだけ聞いてると、まあ、俺もあんまなかなか職人さんとも会えんもんで、職人同士やっぱり裏のネットワークみたいなのがあるわけよ。できるだけ俺もこう情報を取りに行くようにしてるんだけど、こうやってね。どっちかっていうとやっぱ営業の方が社長に近いから普段会うから、まあ、そう何じゃやっぱり営業の声の方が俺の耳には入りやすいわけじゃん、うん、そうするとやっぱ俺も偏った情報になってっちゃうから、俺が思ってる人深刻だな、これだ。結構深刻なんですよ、まあ、とあるエリアの、はい、これ見たらもう本人も分かるかもしれないけど、まあでも分かった方がいいしね、うん、まあそこら辺はちょっともうちょっとメス入れていきます。深刻だね、ブチ切れようと思ったけどブチ切れねえんだ、ブチ切れると伸びんでな、ブチ切れるより深刻になっちゃうじゃん、うん、深刻だ。誰がいいとか悪いとかじゃなくて、学んでからかんことがいっぱいあって、まあでも失ってからは取り戻せんからな。はい、はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。あ、3月23日に、あ、オンラインセミナー、はい、でこれちょっと考えたのが、まあ、SNS の成功みたいな、そうやって SNS やってたで SNS のメリットデメリットとか、まあ、ちょっとこれ YouTube のなんかあのライブとかでやるようなことじゃないから、ちょっとまあそれ概要欄とにリンク貼ってあるんでそっちの方を見てください、はい、と4月の2日に、はい、あの足場のイベント、あの前回やろっかって撮ったやつをもう一回再開しますんで、はい、あのまあ多分その時にマンボウ終わってると思うから、まあ、マンボウまたコロナがひどくなってたらちょっとまた延期になっちゃうかもしれないですけど、やろうと思ってます。ぜひ参加のほどよろしくお願いします。せーの、また見てねー。